引き返しとって引き返してね、上段の構え方について説明いたします。中段から左足を前に出すと同時に上段に振りかぶります。左手の位置は日本剣道型等で、左前額部よりも一握り上というのが日本剣道型等での説明ですが、実際に試合である場合にはこれよりも拳一握り二握り前の方が相手との来た時に打ち下ろす、あるいは抜いたり攻防する時に非常にやりやすい構えの位置だと私は思っております。左手は二握りぐらい拳前ぐらい出した方が私はやりやすいと考えております。牽制はやや右です。両肘は張らず、しぼめず、このまま自然です。自然にあります。自然状態です。このような構えで相手を威圧して相手との攻防に入ります。上段はご覧のように両小手、左右小手、突き、胴、すべて空いております。突きだらけです。従いましてこの構えは相手と相手にするつもりで常に構えてなければいけません。従いまして常に気は上から相手を飲み込むつもりで相手を攻防に、相手との攻防に入らなきゃいけません。そのつもりでやらなければ何の価値観もありません。次に、下ろすときには、左手だけで打とうとせずに、右手の引き手が大事になってきます。右手の引き手によって左手の下ろす力が増します。ペン。ペン。ペン。この上段から面を打つ場合には、この左手、つかがし合いと思って、小手を切るぞっていう、小手に威圧感を与えます。このことによって相手、左手、面を当てます。そこをすかさず面を打ちます。面を打つときには、小手を打ち入れさせます。さっということです。次に上段から小手を打つ場合は相手に目を切るぞという攻めを行います。そのことによって目を防ごうという相手が気持ちになります。この手元上がったところを打ちます。ここから目を切るぞということです。上段は今下ろしたようにこちらから攻撃仕掛けていく技は、まあ中心になるのは面と小手です。小手を攻めて面、面を攻めて小手、ほとんどはでもその後に中段からの攻撃がすごいと思います。その場合に、小手を狙ってくる人には出頭面、うっといったときに、相手は小手くるな、くるなと思ったら、相手を引き出しといて、出頭面を打ちます。
の訳です。あるいは月。月を見るときに、出頭面。古典に対して月に対しては出頭面を狙うのが一番有効的だと思っています。常に出頭面を狙っておりますが、一瞬間に合わない場合があります。その時に相手が小手を狙って小手を来た場合には小手を打ち落として目を打ちます。その要領です。はい、これが固定打ち落とし面となります。上段から目を行こうとすると、それを察知して表に応じて逆度を狙おうという人がいます。その時には面にプレッシャーをかけてもろ手で小手を打ちます。やってみます。もう一回やってみます。という技があります。面から面を攻めようとすると、もっと前で出て受けようとする、ただ受けようとする人います。その瞬間に、もろ手で胴に飛び胴に入っていきます。ということです。もう一回やってみます。相手の攻撃が厳しくて、出頭面を狙うも、なかなかタイミングが合わないときあります。その時に、相手の小手を引き出して、小手を抜いて面を打つ要領があります。これは、あまり引くと、むしろ相手に上手られますので、上に抜きます。はい、こうできて。上にできます。この手を上に上げてるんです。もう一回。上に上げていきます。という要領がいいと思います。